12月になって各ガチャガチャメーカーから新しいガチャガチャが発表されたので見ていきます。まずはバンダイから発表されているものです。楽天のお買い物パンダハグコットです。ハグコットシリーズで楽天のお買い物パンダのマスコットが出るみたいです。シンプルなお買い物パンダだったり、お買い物パンダササバージョンだったり、ゴロンバージョンだったり、全部で5種類のお買い物パンダのハグコットマスコットが出るみたいです。こういうマスコットってガチャガチャ好きにはとっては1個は欲しくなってしまうので気になります。続いてはマーベルのガシャポンコレクションです。ソーのムジョルニアがあったり、キャプテンアメリカのシールドがあったり、なんといってもこのナノガントレットがめちゃくちゃ欲しいなっていう、机に置いといたらめっちゃいいんじゃないかなっていう感じですね。次がピザーラのミニチュアコレクションです。これピザの部分がめちゃくちゃリアルに作られてそうで、通常パッケージはもちろんあって、それに加えて復刻パッケージっていうのも作られるみたいで、復刻とかって言われるとなんか一つは欲しくなるなっていう感じですね。でもあんまりミニチュア普段買わないんでどうしようかなっていう感じですけど、次もまたミニチュアなんですけど、セイロガンのミニチュアコレクションです。セイロガンって匂いすごいんですけど、意外と口に含むとなんかいぶしたベーコンみたいな感じで、なんか美味しさを感じてしまうなって最近知ったんですけど、これも通常のパッケージのバージョンで、もっと気になったのがこのセイロガンくんっていうマスコットも今回含まれてるみたいで、これが狙いで一回ちょっとやってみるのもいいかなっていう感じです。次がマルニアのシャカシャカチャーム、ロッテのマスコットチャーム、ガシャポンのペーパークラフト。これまた出るみたいですね。また出るというか、前はプラスチックのもうある意味ミニチュアで完成したやつが出てたんですけど、今回はあのフラットガシャポンの多分ポスターとかミニポスターとかが今までだと買えるやつで、このガシャポンのペーパークラフトが出るみたいで、ちょっと買うかわかんないんですけど、すごい実際買ってみて作ってみたらどんな感じになるんだろうっていうのが気になりますね。なんか22センチとかって高さ書いてるんで、かなりでかいやつが作れるんで、なんかちょっと一個ぐらいちょっとやってみたいなっていう気はしますね。で、次がディズニーのカプキャライマジネーション第2弾っていうので、これが一番気になったんですけど、3種類でどれも良さそうなんですけど、一番気になったのがこの蒸気船ウィリーが出るみたいで、この白黒でちょっとシックな感じとかめちゃくちゃいいなっていう感じで、これ一個はゲットしたい感じがしますね。以上がガシャポンバンダイから出るもので気になったものでした。次はケンエレファントの12月発売予定のもので気になったものです。アンドロボーのフィギュアコレクション第2弾が12月出るみたいで、これ第1弾のフィギュアコレクション2つ買ったんですけど、めちゃくちゃ良かったんで、これ第2弾も1個は絶対やると思います。しかもパン屋のおじさんとかパンドロボーだけじゃないのも今回は入ってるみたいなんで、めちゃくちゃ気になりますね。次がお野菜妖精さんとかを出してるスタンドストーンズの気になるガチャガチャです。これゴーヤ怪獣っていう、これもアーティストさんのやつらしいんですけど、なんかめっちゃ可愛らしい感じとゴーヤっていう感じが相まってて、なんかめっちゃ気になってて、これも一つはゲットしたいなっていう感じです。5種類、あ、6種類あるみたいで、まあ、いろんなポーズのと、あと白いゴーヤってたまに、まあ、あると思うんですけど、その白いゴーヤバージョンの怪獣もいるみたいで、どっちの色もいいなって感じですね。まあ、全部変えたら欲しいんですけど、なかなかね、ガチャガチャも値段が上がってきていて、まあ、それとともにクオリティも上がってきてるんで、こう、欲しいけど、ちょっと全部は買えないっていう難しいところなんですけど、こうやってもう、ある程度メーカーが予定出してくれたりするんで、ちょっとチェックしながら、ガチャガチャのコーナー行って、見かけて欲しくなったらまあ買おうかなっていうので、事前にチェックしておくのはありだと思います。皆さんもお財布と相談をしながら、気になるガチャガチャ街で見かけたら、ぜひ買ってみてください。